さあキックオフしました。コーチユナイテッドボールからです。フォーメーション、まずコーチユナイテッド SC、 ゴールキーパー池上直隆背番号22、ディフェンスは4バック、右に玉川、真ん中に藤崎下堂、左に平田、中盤はその前にワンボランチ横竹でしょうか。そして右に西村、真ん中に長尾田口、左に栗原、そしてトップに赤星海馬。続いて鈴鹿ポイントゲッターズです。先ほどキックオフしたところではゴールキーパー岩脇力也、そして4バック右に蓮沼、真ん中に川里中村、左に野口、ワンボランチアンカーの位置に藤田、その前インサイドに和田と海口、そしてトップ右に出岡、センターに小口、左に遠藤、そのような形でしょうか。さあ鈴子はポイントゲッターズの右が抜けていきました。藤崎の対応です。さあ前に持っていけるか。中盤で回していく田口、奪われた、シュートは外れました。遠藤純喜のシュート。遠藤純喜さん背番号11番、昨年の鈴鹿のね、あの JFL の試合も全試合出場しているという選手でございまして、 FC 岐阜から FC 町田ゼルビア、藤枝前 FC と経験を積んでいます。 J リーグでも9ゴール測定、そして昨年は8ゴールを決めているアシストも多い選手ですね。さあユナイテッドチャンスだ。弾きました鈴鹿ポイントゲッターズ。もう一度回していきます。下堂、藤崎、横竹から下堂。このディフェンダー藤崎選手も藤枝前 FC に所属していた時代がありますね。下堂が前に送る、流れました。鈴鹿ポイントゲッターズのボールです。モンブランさん、今日の通信状態はどうかなと。どうでしょうね吉岡さん、いつも通りということですね。結構カクカクしてねということで、すみませんね、本当にちょっと見にくいですけれども。さあ鈴鹿のスローインから入りました。藤崎前に送る。さあ対応するのは蓮沼でしょうか。さあ藤崎の強いヘッドですが鈴鹿に当たった。背番号11、遠藤、遠藤抜いていく。さあ前にいるがどうする。追っていくのは前に出しました、赤星。ディフェンスの対応です。川里背番号3番の対応でしょうか。追っていくのは野口、野口背番号34、野口亮太選手背番号34、鈴鹿ポイントゲッターズの選手です。左利きの、ね、サイドバックということで、うちの、ね、コーチユナイテッド SC のサイドバック背番号24番平田健一郎も左 IC のサイドバックということで、なかなか、ね、貴重な選手ですよね。大阪産業大学から鎌田マーレサヌキ、あのボルティスセカンド時代にね、実はこの野口亮太選手四国リーグを経験しておりまして、2010年には四国リーグの得点王に輝いている選手です。野口亮太選手、香川県出身の選手、四国に非常にゆかりのある選手です。鈴鹿ポイントゲッターズ、左サイドバック野口亮太です。さて実況に戻ります。奪いましたね、奪いました、西村8番、田口縦パスが赤星と接触しました。
野口でしょうか、ちょっと倒れている、大丈夫でしょうか。この赤星の勝負強さというのがここ何節か非常に光っておりましてね、いいチャンスを何度もこう赤星選手作り出してくれていますので、今日はそのチャンスをゴールまでつなげていただくことが希望ですね。さて野口亮太選手大丈夫でしょうか、痛そうだ。今日は大西さん一人なんですね。そうなんです、宮地オーナーはですね、今日はスタジアム DJ に回っております。私一人の実況となっております。ちょっと物足りないかもしれませんが、皆さんあの情報がありましたらぜひコメントをお寄せください。よろしくお願いします。さあそして応援席には謎のゴリラがいますね。謎のゴリラ復活です。マスクしてますね、あれはうちのゴール、ユナゴリくん、ユナゴリくんって言うんですよ、あれ高知ユナイテッド FC の名物ユナゴリくんです。さて実況に戻ります。鈴鹿ポイントゲッターズが回しています。ディフェンスライン川里から中村俊樹、川里、さあ真ん中に蓮沼から縦にボールが出る、対応するのは下堂です。下堂がつく、さあ抜いていくか鈴鹿ポイントゲッターズ、サイドです、対応したのは玉川です。玉川ナイスディフェンスですが取られました。追っていく追っていく、背番号11番鈴鹿ポイントゲッターズのボールです。さあ34番野口からのスローイン、受けるのは6番藤田光平です。さあ今日の試合はですね、いろいろ投稿を調べていると、私大学サッカーが非常に好きなのでちょっと情報が偏っているかもしれませんが、第64回2015年に行われた大学サッカー選手権、全日本大学サッカー選手権、10番が抜いていきます。クリアしました、鈴鹿ポイントゲッターズボールです。そうその第64回の全日本 全国サッカー選手権で活躍した選手がねたくさんいるんですよね、鈴鹿ポイントゲッターズ側にも。クリアしました。ここはゴールキックでしょうか、背番号22番ゴールキーパー池上直隆、前節ですね急遽試合の前にサブからスタメンに上がったという池上直隆選手なんですけれども、試合終わった後のインタビューではですね、ちょっと気負いすぎてしまったと、行かなきゃやらなきゃっていう気持ちだけがこう前に出てしまったというふうにおっしゃっていましたね。今日はしっかりと落ち着いてピッチに立っている、いやまあ前節もね本当に落ち着いて立っていらっしゃったと思うんですけれども。さあ玉川からスタートです。下堂、福岡大学出身です。さあ縦に送る、流れまして、ここは鈴鹿のスローインからですね。このね注目の第64回2015年のインカレなんですけど、まだ言うかっていう話だと思うんですけれども、今日ね試合に出ています鈴鹿ポイントゲッターズの、トップの右側にいる背番号25番出岡大樹選手、関西学院大学出身の選手なんですが、この第64回のインカレでベストフォワードに選ばれている選手なんですね。非常に注目の、ユナイテッドにとっては怖い選手でございますけれども、そのユナイテッドがボールを回しています。なんとかチャンスを作りたい。さあ奪われた、サイドを変えます、一度戻します。番号20番中村俊樹、この中村俊樹選手もねこの第64回の
インカレで非常に活躍した選手でございますね。国士舘大学のキャプテンを務めていました中村俊樹。さあ回していく、早いぞ早いぞ。池上からのキックです。さあもう一度回していく、20番中村俊樹。川里幸太郎、川里幸太郎選手はテゲバジャーロ宮崎からの新加入の選手ですね。さあユナイテッド取った、ここから行きたい西村囲まれたがどうだ、まだある、玉川上げるか、抜いていきたいところ、まだある、フォローが欲しいところですが抜いた、いける、惜しかったですが非常にいい形ではないでしょうか。玉川からの西村、西村選手は左利きの右サイドハーフということで、この今のようなね左足のシュートっていうのが非常に魅力の選手ですけれども、西村優太、アルテリーボ和歌山から入団して今年2年目の選手となります。さあ鈴鹿が回していく、さあ前が空いているがどうだ、ちょっと滑ったか、玉川から回していく、ここは落ち着いて一度立て直したいところです。西村、モンブランさん、前線のパスはいただけない、でもその後の流れは良かった、あとは精度ということですね。まあ、高知ユナイテッド今季 JFL 始まってまだ勝ちがありません。今日もホームですのでね、なんとか高知県民の皆さんの前で勝利を、歓喜の瞬間をと皆さんが望んでいるところであります。その望みを背負い11人今日は戦っております。そしてベンチメンバー、ベンチ外のメンバーもみんな力を合わせて戦っております。さあ鈴鹿ポイントゲッターズ11番に渡ります。遠藤純喜の悪魔の左足と呼ばれておるそうなんですけれども、遠藤純喜選手怖いですね。あ、間違えた、悪魔の左利きは違う人でした、野口亮太選手でした、失礼いたしました。池上直隆選手からのスタートです。さあボールが渡る、赤星、田口です、横竹、地崎、逆サイドへ回します。平田、福岡大学出身の選手です。第61回の福岡大学が準優勝した大学サッカー選手権の時にね、中心となって活躍していたのがこの平田健一郎選手ですけれども、さあ藤崎がもう一度逆サイドを見る、通った、ナイスパスですね。さあ行く、どうだ、平田が上がってきて中へ出す、おっと、惜しいですね、ナイスキーパー、ゴールキーパー岩脇力也選手、鈴鹿ポイントゲッターズ岩脇力也選手ゴールキーパーです。ジュビロ磐田の U18 出身でして、筑波大学 FC 今治に所属したこともあります。そして FC ティアモ枚方からの鈴鹿ポイントゲッターズですね。岩脇力也選手、地元三重県の出身の選手ですね。2009年にはアンダー15日本代表選出の経験もあります。とても実力のあるゴールキーパー、ナイスキーパーでした。ユナイテッド阻まれてしまったが、なんとかまた同じようなチャンスを作っていきたいところです。さあボールは鈴鹿、ディフェンスラインで回していく、蓮沼からの、いいトラップ、そして前に出す、ここは池上が対応です。
サイドで回していく。どうだ、中に入った。11番遠藤純喜のシュートでした。池上のゴールキックからスタートです。さあボール入りました。強い。鈴鹿のスローインです。本日先発で高知ユナイテッド SC 出ております背番号25番栗原純也選手、上武大学という群馬県の大学出身でして、北関東リーグに所属していました。関東一部の大学ではないんですけれどもね、その北関東リーグをで優勝に導くその代のキャプテンを務めた栗原純也選手でございます。今日は先発メンバーとして出場しています。中盤左にいる背番号25番栗原純也選手を紹介しました。さあ回していく。横竹が下堂ですね、あれは横竹に渡る。下堂、さあ奪われた。前に出していくが、ここはキーパーが落ち着いて抑えます。さあ田口が前を向く。藤崎、下堂、もう一度藤崎、縦に送る。星、この前赤星選手にフォワード論を聞いてみたんですけれども、赤星選手はもう点を取る、ただそれだけだと、ディフェンスがいくら守っても僕たちが点を取らないとチームは勝てない、だから取っていきたいというお話をねしておりました。赤星選手、前から追っていく。さあ鈴鹿ボールです。野口選手、もう一度20番中村俊樹、背番号10番は和田敦樹ですね。頭側の対応、ナイスディフェンスです。高知ユナイテッドボール。観客の方の手拍子はねもう解禁になりまして、今手拍子も聞こえているんじゃないでしょうか。サポーターの方の、ね、声も聞こえていると思うんですが、これはですね、サポーターの方々が事前に録音したものをですね流しております。さあユナイテッドを攻めていきたい。右サイド西村から、どうだ、ユナイテッドボール。もう一度左サイドバック玉川からのスローインです。玉川健太選手、三重高校出身、そして山梨学院大学に進学しまして、その後アイゴッソコーチからのもう6年目の選手になります。横竹翼選手、背番号10番の横竹選手と
同期という形になりますね。この2人はもうコーチ6年目。さあ鈴鹿が後ろから回していきます。10番和田、ボールが出ております。鈴鹿ボールですね。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号10番和田敦樹選手、兵庫県出身ですけれども、もうサッカー一家なんですね。弟さんはオーストラリアで今サッカーをしているそうで、お父様は和田雅宏さん、ガンバ大阪の強化アカデミー担当をされている方ということで、もうサッカー一家でございます。背番号10番和田敦樹選手。さあ前から追っていきます。ゴールキーパーは岩脇力也選手です。さあ前線に送るユナイテッドボールです。玉川健太選手です。さあ田口どうだ、サイドを見た、うどうだ、栗原、狙っていきました栗原です。福の神さん、すくもと聞いてまた遠いところでと思ったけどスタジアム自体は結構立派といただきました。綺麗な本当に芝生もね整っていて綺麗なスタジアムです。モンブランさん、玉川天皇杯の時明らかに精彩を書いてたけど今日はちゃんと修正されてるといただきました。玉川健太選手、コーチユナイテッド SC 左サイドバック背番号15番玉川健太選手です。さてボールは鈴鹿右サイドから攻めていきます。鋭い当たりです。ここで飲水タイムに入ります。栗原迷ったら入らへんよと、入らへんでよといただいております。背番号25番栗原選手、先ほどねシュートを打ちましたけれども、その1個手前でちょっと迷ったシーンがありましたね。栗原選手は今季加入のニューフェイスでございますね。最初はこう人見知りでね、なかなか先輩ともうまくなじめなかったそうなんですが、今では冗談を言い合えるぐらいに溶け込んでいるようです。瀬戸のお刺身さん、天気良くて気持ちよさそうといただきました。本当に気持ちがいいです。この景色もね非常にいいんです。山々の景色が、つくもは本当に自然豊かな場所ですからね。西部の方なので四万十市とか四万十川なんかを観光したついでにこうすくもにも寄って、あとは土佐清水市がすぐそこですからね。土佐清水市にはまあ新しい水族館なんかもオープンしてますからね。まあこの状況が落ち着きましたらぜひ皆さん高知にも興味を持っていただけたら嬉しいです。三重県から今日は来ていただきました鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ飲水タイムが終了しました。高知ユナイテッド SC 背番号3番藤崎翔太、そして背番号15番玉川健太の2人が話し合っております。玉川健太選手、試合中はですねものすごく大きな声を出して必死で仲間に伝えようとする姿が印象的だと思いますが、いざこうサッカーを離れると意外とこうなんて言うんでしょうかね、インドア派だそうで、川で石を積むのが得意な選手だそうですね。さあユナイテッドボールからのスタートです。もらいに行くのは藤崎から縦に出したナイスパスです。玉田口
西村、もう一度田口、さあ縦になす、うーん、鈴鹿ボールです。回していきます。冷静な対応です。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号6番藤田光平、前に送っていく。背番号34番野口亮太、さあもう一度10番和田、さあ逆サイドを見ている。20番中村俊樹、川里幸太郎、もう一度中村、さあ11番遠藤純喜です。前から攻めていくがどうだどうだ、ここは奪ったか、ファールがありました。背番号16番小口大二のファールがありました。コーチユナイテッド FC 背番号7番田口へのファールです。ユナイテッドボール、さあ前に送る横竹の正確なキック、もう一度横竹、島堂、さあ平田、左サイドバック平田です。もう一度島堂、藤崎、おこしやす京都 AC から、昨年入団しました2年目の選手、ディフェンスラインの要です。さあ会場では録音のチャントに合わせて皆さんが手拍子をしております。さあ縦パス入った、下堂からのいいパスだ、どうだ、うーん、ものすごく震えるパスでしたね。背番号19番赤星がゴールを狙っていきました。さあ回していくのは鈴鹿です。鈴鹿のディフェンスライン非常に安定しております。そして体がぶつかっても競り負けないっていうね、この体の強さを全員が持っていらっしゃるような感覚ですね。中村俊樹から、今のが中村俊樹ですね、失礼しました。川崎6番藤田光平が下がってディフェンスラインをコントロールしているでしょうか。さあ縦パス入った、藤崎が追っていく、おっとおっと、落ち着いて対応です。背番号9番長尾が競っていきました。さあ栗原、ここはなんとか中には入れさせたくない、コーナーです、コーナーキックです。さあセットプレーからの失点というのはね、なんとかここは守っていきたいところでございます。モンブランさん、優しすぎるシュートでしたということでそうですね、コーナーキックです。ユナイテッド FC、これをゾーンディフェンスというのでしょうかね、まあ、あまりその詳しく語れるものではないんですが、はいと、なんとか守りたい、ここを守りたい、19番が中に入っていった海口玄太が合わせて、中にボールを運んでいきましたが、まだ鈴鹿ボールです。ここは油断ならない、油断大敵、さあ玉川がついていく、19番海口玄太、さあまだ鈴鹿ボールです。中に上がった、藤崎の対応、ヘッド、もう一度守りたい、田口が上に上げました。競っていくのは赤星、さあここを落ち着かせたいところですが、ユナイテッドボールに変わりました。さあ8番西村から
中で動いている、中で動いている、あーっとちょっと合わなかったか。リビド来て、リビド来て。
¡Suscríbete al canal!
終了です。第22回日本フットボールリーグ第22節福岡市東出身対鈴鹿ポイントゲッターズは0対0で折り返しいたします。
Thank you.
男、うん、あとや外人さん、Thank you.
がポイントゲッターズ選手の交代をお知らせいたします。3番川里幸太郎選手に代わりまして17番佐藤幸陽選手が入りました。
コーチングができる選手の交代をお知らせいたします。9番長尾義君選手に代わりまして18番泉浩樹選手が入ります。そして25番栗原純也選手に代わりまして28番坪井清志郎選手が入ります。Thank you.
番ポイントキーパーに選手の交代をいただきました。19番富口健太選手に変わります。32番伊藤優斗選手が入ります。Thank you.
Yeah.
え？立ていい？